こんにちは、オンリーです。今日モンクラやっていこうと思います。前回カムド経験値たるものを作ったわけなんですけど、ちょっと全くね意味を理解しなかった。正直この5スタック分のライトタラの経験値がただ溜まるだけで、ここで5スタックと1個目を取った時に5スタック1個分の経験値が手に入って、もうこれ回収していいものだと思ったんですよ。でもそうじゃないっぽくて、これね、これ入れて、ひたすら、ここのタラの分の経験値が無限に手に入るってやつらしいですね。はい。でもちょっと襲撃でめちゃめちゃ経験値上げちゃってるんで、あんまり増えてないに見えるかもしれないですけど、おそらく次やっても増えるんですよ、多分。これ取ると、増えましたね。増えてんのか分かんないけど、いやマジでこれはちょっと使わないようにいきたいと思います。だから完全にね、苦労もしてないし、みんなやってるからいいかなっていうのはちょっとあんまり好きじゃないので、撤去したいと思います。これが限界なのかどうかは知らないけど、金鉱石ってやるともっと増えますよって教えてくれたけど、さすがにちょっと使わないようにしていこうと思います。はい、でも食料には困らなくなったということで OK いたします。この経験値78は、ちゃんと襲撃者トラップの待機層にいただけなのでこの辺にご飯忍ばせとこうかな。ここにご飯の樽を作りました。ここにご飯入れときます。撤去終わりました。ちょっと今後おそらくこれも壊すんですけど、この小道の周りを風建築、羊の後ろをまた違った建築で、あとちょっともう一個、エコ前のワールドを知ってる方ならわかると思うんですけど、工業地帯みたいな感じで自動化装置を、たくさん置いとく場所を作ろうかなと思ってます。あの屋根見てこっち見るともう全然違うじゃんちょっとね、そこは統一したいので、これも壊して別のとこに移設するなりしたいんですけど、整地しないとダメですね。はい、整地を動画にするのはなかなかできないんですけど、今後やっていこうと思います。で、今日やりたいのが村人ハウスの続きです。放置してでもちょっと困るのでやっていこうと思います。で、壁に使いたい木材じゃない、材料があって、それがコンクリートパウダーなんですけど、コンクリートパウダーってどうやって作るんだっけ、どうやって作るんだろう。コンクリートパウダー、これかな。砂利と砂と燃料と、コンクリートパウダー作っていくんですけど、白の染料が必要ということで、今日は骨粉製造機でも作ろうかなと思います。こんな感じで、竹がいっぱいあるけど、竹ってコンポスターにぶち込めるんかな、ちょっとあんま知らないですけど、竹って入るの、ここ入んない。何すればいい、サボテンかな。自動化装置はもうこの小道の中と外枠には作りたくないので、別のところに作ろうと思います。工業地帯をこの家の後ろの方に整地を伸ばして、作ることにしました。なんで整地が必須だよね。整地いつしよう、でやるときがないんですよね。収録して編集して、でルーレット回して配信して、裏クラがほとんど配信だから、本当にダイヤが出てやることないっていう状態を作らないと整地が進められない。サボテンを増やす原理は自動収穫機と一緒で、ゼロティックパルサーで増やすわけなんですけど、とりあえずこの辺かな。この辺で道幅を5マスぐらい取って、これかな、この辺にまず置いて、ここによし、はい、こんな感じ
で、あとピストンが4つぐらいいる。ピストンが4つ。1、2、3、4。スライムボールが減っていくな。また下に行かないといけないけど。スライムチャンク掘ろうかな。スライムチャンク掘って、スライムチャンクを掘った石、丸石で、天空トラップタワーを作ってもいいかなと、勝手に思ってるんですけど。多分コンポスターはこんな風に置くだけなのかな。おそらく。そっか、サボテン、あれだな。横にブロックあっちゃダメだから、隣に作れないのか。なるほど。ちょっとめんどくさいな。ちょっとここが作れなくて、なんで今1マスずらします。で、コンポスター。で、ホッパー。で、ここにサボテンが入っていくと。じゃあちょっと砂置いて考えてみようかな。はい、こうして、で、ここにサボテンが植わります。2個かな。ここに、こんな感じでブロック置いて、で、粘着ピストンをこうする。メンテナンス用の松明。じゃあ、同じように置いていきます。間違えた。早速間違えた。これでいいかな。で、こうして、まあ、ここを伸ばした状態にしておきたいので、こっちかな。ここでいいか。はい。こんな感じで置いて、ここかな。で、ブロックでいいはず。で、あとはレッドストーン。リピーター。ここでもうブロックできてるはず。ガチャガチャなってますね。で、振って、振ると、タンピストンが伸びた状態なので、2つ置いて、で、ここかな。この高さに、またピストン置くと。はい、OK。この辺から、こっちのピストンにも動力を与えたいので、これ大丈夫そうかな。伸びたね。で、こっちも同じようにやっていきたい。このピストンにも動力を与えたいので、こうかな。これで、多分いけるはず。はい、OK だね。すごい飛び散りそうだな。ここか。ここにはおそらくブロックを置けるでしょう。あ、ここまで置けるか。そうだ、ここにもブロックを置いちゃダメのか。だから、これを外して、これでいいかな、多分。そこ、ここにブロックダメだ。上にブロックあるとき多分置けない、置けた。置けた。じゃあ、とりあえずサボテンは OK かな。で、まあこっち側にできたものが押されるので。こんな感じで、まあ、飛び散るのを防止したいけど、サボテンが取れちゃった。はい、まあこれで、いけたんじゃないですか。はい。動かします。あれ、今変なとこ飛んだよね。ここダメなのか。ここにブロックがいる？こっちは？ここ来てる？来てないな。どこだ？あ、ここもか。ここも多分、この辺にブロックがいるわけですね。おそらく。おそらくこの辺にブロックがいる。ガチャガチャなってくれてて、あ、見えますね。ここだとよく見えます。まあ、あとはお好みで上にハーフブロックするなりすればいいのかな。多分そう見てよ。あ、サクッていった。お、やっとコップ1個できた。これかなり時間かかりそうですね。ガチャガチャいってるはいいんですけど、うん、ちょっとかなり時間かかりそうですね。まあ、こんな感じで、で、まあ、2個を使って、コンクリートパウダーを、あった。コンクリートパウダー。
まあ、このコンクリートパウダーをこの和風建築の壁に使っていきたいんですよ。こんな感じで、まあ、こうなるとは限らないですけど、あのゼロティクバルサンもあんまり離れると砂が落ちちゃうので、あ、もう壊れてますね。見事なまでに壊れてます。で、砂をほいほいと、あとここに置くと OK。 まあとりあえずコップン自動回収機です。いかついけど、まあコップンを増やして真っ白のコンクリートを作っていきたいと思います。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。